40代入ってお腹が全然引っ込まんなった。疲れは取れにくいし、体にも冷やい部分が増えた。マッサージに行ったり、自分でリンパマッサージするけど、1週間もすれば元通り。原因は使われない筋肉が増えたことと姿勢の崩れにあるんです。これをまず直していくと、反り腰やリンパの滞り、関節の可動域、代謝、消費エネルギーを上げることができてきます。これを放っておくと、なかなか眠れない、疲れが取れない、体が重く感じる、少しの運動で息が上がってしまう、そういった不調が増えてきます。今回は20秒3セット、これを2種目やるだけです。全部やってもたったの2分。一緒に不調を改善していきましょう。いきなりやってしまうと、お腹や腰、力が入りにくかったり痛めることがあります。まずは筋肉を温めてからメニューに入っていきます。まずうつ伏せになりましょう。足を開いて曲げます。このまま肩幅で肘をついて胸をしっかり張りましょう。腰をしっかり反る感じです。いきましょう、スタート。しっかりこの腰を縮めることで反り腰解消ができてきます。しっかり胸を張ってお腹を床につけておきましょう。OK。 今度は膝をしっかり抱えて腰を丸めて伸ばしましょう。スタート。ゆっくり膝を抱えていきましょう。それでは行っていきます。イメージとしては大の字を作って体を持ち上げておきます。スマホ見ながらの人はここに置いとってもいいです。腰を支点に体を持ち上げていきましょう。20秒です。息止めないようにいきましょう。いきます、スタート。スマホなしでできる人は万歳、見ながらやってる人はここでいいです。しっかり体を持ち上げましょう。オッケー。深呼吸して2セット目です。いきましょう、スタート。腰の隙間を埋める感じです。息を止めないように長く吐いて、オッケー。いやー、2回やると結構効いてきますよね。あともう1回頑張りましょう。いきます、スタート。やっぱり3回やると効きますね。次はうつ伏せです。足を開いてこのまま足首を持ちます。これでしっかり体を持ち上げて止まってきます。辛かったら途中で力抜いていいです。いきましょう、スタート。しっかり体を上に持ち上げて、足はできるだけ開いた方がいいです。バンジージャンプしてる感じです。これで一気に姿勢がね、改善されてきます。深呼吸をして、あと2回いきましょう、スタート。しっかり下開いて、しっかり肩甲骨を寄せて、よっしゃー、あともう1回です。さあ、行きましょう。
ラーメン、スタート。ふわー、しっかり胸張って、肩甲骨をこうやってグッと押して、初めにやったストレッチをやって終わりです。膝を曲げて肘ついたまま胸を張ります。あと フルダウンをねやっていかないと、疲れが残って終わるとね次やらなくなるんで、疲れを取ってね終わりましょう。オッケー、膝を抱えて待っときましょう。スタート。ここで少しおまけです。反り腰解消にとっておきなメニューがあります。それは膝を抱えてこのまま倒れて戻る、これを繰り返すことで反り腰が早く解消されます。マイペースでいいので転がっていきましょう。しっかり小さくなって転がった後に一気にね腹筋を使って起き上がります。マイペースでいいです。いきましょう。あと丸まって転がった勢いに転がっていきます。あんまり後ろに行かないと結構腹筋が辛くなります。これ一回起き上がるのがね結構辛いんで、いっぱい転がって起き上がる。とにかく腰を丸めておきます。腹筋運動っていうよりは半分ストレッチに近いんで、まあ、リラックスして転がりましょう。まあ、腹筋と腰を結構動かしたんで、このまま手を腰に当てて腰を丸めながら腹筋を使う、これをいきましょう。スタート。しっかりね指も使ってこの骨盤を立てるっていう感じです。この動きがね上手だと腹筋がちゃんと使えてます。しっかりね骨盤を立てる感じです。グッ、体でねこういう感じではなくってね、できれば胴体部分だけを動かしてる感じです。お尻の力を緩めてお尻を締めるっていうようなイメージです。おへそを向けるイメージです。グッリンパの流れが悪かったり疲れやすかったりする人、反り腰解消したい人、姿勢を良くしたい人はこのメニューを2日に1遍続けてやってください。1週間もすれば少し体が変わってきますんで、そのまま継続して1ヶ月を目安に続けてみてください。またコメントの方で変化を教えてください。